あれから何度ゼントラーリー軍の攻撃があったか定かではない。数年前のモドルザー艦隊との戦いで地球は荒廃していた。しかしそれでも地球はゼントラーリー軍をことごとく打ち破り撃滅しつつあった。地球に残ったブリタイ艦隊と歌によるショック攻撃があったからである。人々は歌によるショック攻撃を民命攻撃と呼びます。もらった。へへ、軽い軽い。ロッド、油断しないで、上よ。気をつけろ。前方2学年の戦闘ポッド。オッケー。そいつは私に任せて。Thank you.
それまで。マリアはだいぶ上達したようだな。おじさまのアドバイスのおかげです。そのおじさまというのはやめなさい。すみません、おじさま。マリアの今のシミュレーターはどのレベルだったかな。レベル9です。そうか、いよいよ最終段階だ。ロット、君はもう一度下のレベルからやり直しだ。はい。これはあくまでも私の推測だが、次のゼントラーディ艦隊はおそらく1年以内に攻めてくるだろう。マリア、その時にはエースパイロットとして活躍してもらいたい。君にはあの両親の血が流れているのだからな。そんなこと言われてもな。はあ。ヌエルド総司令、海王星区域にデフォルトいたしましたが、いかがいたしましょう。例の作戦はそのまま奴に任せておけ。我々はこのまま火星に向かう。はっ。この作戦は全てお前に任せるとのことだ。我々は火星に向かう。了解。面白くなってきやがったぜ。訓練生諸君、いよいよ最後の仕上げだ。これから月の表側にデフォルトする。これで君たちは卒業になるわけだ。君たちのふるさとも久々に見ることができるぞ。ホールドイン。どうした？何が起こったのだ？ここは海王星ではないか。わかりません。一体何が？どうしたんだ？地球が見えないじゃないか。わからない。でも、月の表側じゃないのは確かね。十字の方向、ゼントラーディ軍です。何？今のはほんの挨拶代わりだ、ブリタイさんよ。カムジ、貴様生きてる。あいにく、あっさり身を引くってのは俺の性分に合わんもんでね。たっぷり礼はさせてもらうぜ。